始まった。はい、こんばんは。10月8日火曜日の乃木曜日を担当する大園桃子です。はい、今日何してた？今日何してましたか？あ、そう、髪切ったの。見えるのかな？黒だから見えないのかもしれないけど、なんかね、すごい長くてみんなにキレキレ言われてて、で、ちょっと切ったんだけど、ちょっと切ったら思う以上に切られちゃってちょっと落ち込んだんだけど、元気だよ。そう、今日は髪切ってました。みんなは何してたんだろう。なんか暑いのよね、すごい。はい、もういいのかな、次って。前回のメンバーからの宿題。まず前回の配信メンバーあやめちゃんからの宿題トークをしたいと思います。あやめちゃんからの宿題はじゃじゃーん。この上に真夏さんが書いてるのは残ってるらしいんだけど、ここかな。ももこさんへ私の印象を教えてください。最後に可愛い顔をしてください。だってあやめちゃんの印象、なんかまだ4期生が決まる前に写真が出てたじゃん。それを見た時にあやめちゃんとさくらちゃんが可愛いって思ってました。で、乃木中で会った時の印象がなんかなんだろう、あんなね、まだ若いのにすごい落ち着いてるなって思いましたよ。とね、桃子のことを好きって言ってくれてたみたいで、なんか申し訳なかった。今でも申し訳ないんです。レイちゃんとあやめちゃんが桃子のこと好きって言ってくれるの。なんかすごい一人で喋ってる感じがして、一人で喋ってるのか。そう、それそんな感じだったかな。そう、髪切ったよ。暑いね。うん、はい、最後に可愛い顔して。視聴者1万人超えました、ありがとうございます。そう、髪切ったの。かわいい顔だって。かわいくない人にかわいい顔頼んでもねって感じですがね。何する？あ、もうかわいい？もうかわいいなら今でいいかも。これでいいってことでしょ？何してほしい？はあ、まずうっふんしないとね。うっふん、桃子ね、工事中あの時いなかったからね、何かちょっとわかんないんだけど、なんかこんなやつよね。え、どんなやつ？こうか。え、どうやんの？いいのかな、やって。うっふん。合ってる？じゃあ、モニモニしとこっか。はい、いい？いいね。はい、宿題終わりね。スポーツの秋企画、握力測定。今週も先週に引き続きスポーツの秋にちなんで体力測定をしたいと思います。スポーツ、なんか握力弱いのよ。
だったっけ、剣道部だからね、握力強くないといけないんだけど、握力弱くて、熱い。うん、はい、行きます。なんか左の方がね、剣道って左って大事だから、行きます。え、何？スイッチ押されてない？間違っちゃったみたい。これさ、白飛びしてるのは何なんだろう。今か、いくよ、せーの。いい？いいですか？うん。え、どれが普通なんだろう。8.8 です。なんだろう、これどんぐらいなんだろうか、わからないけど。あ、弱いんだ、やっぱ弱いんだ。弱すぎる？測り方も違ったのかな。もう片方いきます。はい、せーの。え、なんかこれさ、二の腕痛くない？痛痛痛。え？ 6.2 6.2。 なんか二の腕つりそうなんだけど、これやると。あ、機械壊れてんのかな。大丈夫？力の入れ方が分かんないのかな。でもね、握力は昔から弱い。なんかいつも二の腕ね、つりそう。え、あ、大体そんなにいくの？26.5 とかなんだって、大体。でもね、剣道でしない落とすわけではなかったから、力の入れ方が間違ってそう。じゃあ前髪が安定しない。まあいいや。はい、次フリートークいきます。あ、涼しい。フリートーク何話す？暑いよ。台風来るね。そう、またね、鹿児島台風当たるんだって、週末。10分くらいあるって。フリートークがですか？え、長っ。何話す、みんな。アホ毛がすごいな。最近の出来事。最近ね、圧力鍋買ったのよ。そしてあれ、ビーフシチュー作ってみたのよ。でね、赤ワイン使ったんだけどさ、もうさ、初めて赤ワイン買ったのね。で、赤ワインがなんか何使ったらいいか全然わかんなくて、すごく調べて、でも店員さんにも聞いて、なんかそれ、赤ワインを買うためだけにスーパーに40分ぐらいいた。そう、そしたら、だけどね、なんか赤ワインとか使うから、やっぱさ、ちょっと大人の味じゃん。なんかね、なんか美味しいのか美味しくないのか分からなかった。で、もう最近ね、炊き込みご飯がすごい好きで、炊き込みご飯をね、だし茶漬けにするの。そしたらすごく美味しい。あ、鬼滅の刃って見えた。好きなの、大好きなの、鬼滅。うん。
アンダラ行くの？アンダラね、見に行きたい。レンタマーとデンジロウがね、頑張ってるからね、それ見たいかな。はい、あ、カナオちゃん好き。滞在もうすぐだね。ヒロアカもね。なんか話したいことある？なんかね、髪切ったばっかでね、安定しないのよ。なんか安定しないっていうか、なんか見慣れないの自分で。ずっともう最近長かった。なんかどのコメント拾っていいか分かんない。体調大丈夫だよ、元気だよ。どれ拾ったらいいか分からないよ。もう見えなくなってきた。はーい、なに、桃子の声ちゃんと聞こえてるのかな。聞こえてるか。へえ。最近誰かと遊んだ？最近誰とも遊んでない。でもみんな、あのね、レンタマとミナミンとデンジロウとね、もう夏の頃からね、一緒に遊ぼうってなってるのに全然遊べないんだ。そう、あ、そしてね、桃子ね、最近ね、車のね、免許をね、卒検合格した。だからあとね、試験場で学科受けないといけないんだけど、まあ1年間有効期限があるから、まあいつか取れたらいいなぐらいで思ってんだ。おめでとう、ありがとう。いやね、今からが学科がやっぱね、桃子できないからね、運転は上手ってずっと褒められたの。だけどやっぱ学科がね、何回やっても頭悪いんだよね。そう、よくね、みんながね、乗せてって言ってくるんだけど、怖くて乗せられないと思う。自分の命よりもね、重たいからね。運転怖そうだと、怖そう。逆にね、なんかなんだろう、怖いって思っちゃうから、すごい安全すぎて後ろが詰まるって言われた。ゆっくりとかさ、なんか車の途切れたところで入らないといけないじゃん。それが難しいのよ。今行けないってなる。
乃木帯選手権いっちゃいますか。乃木帯選手権、はい、ここで今週の配信メンバーで争う乃木帯選手権をやりたいと思います。はい、今週の競技は半径 4.6 センチの円を描こうです。コンパスを使って円を描いて、週の中で最も半径 4.6 センチに近い円を描けた人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。なるほど。でね、昨日ね、あやめちゃんが 5.4 センチだったみたい。見えるかな。じゃあももこが 4.6 センチの半径 4.6 センチか。なるほどね。この目が1センチとかありそうだね。このここの目がさ、1センチとかありそうじゃない。あ、ないか。1センチもなそう。あるかな。1、2、3、4、大きいかな。こんぐらい。本気でちょっとやっ、大きいかな。いや、ちっちゃいかな。足りないかな。どうだと思う？ももこの、あ、ももこの目の幅とか、うん、わかんないいっか、考えていいか。よし、行きます。ちっちゃいや。多分。おお、綺麗。じゃじゃん、丸。はい、お願いします。ちっちゃそう。あ、全然ちっちゃいや。全然ちっちゃいや。あー、 3.5 センチでした。これどのぐらいなんだろう。え、これさ、 4.6 から 5.4 ってどのぐらい離れてるんですか。うん、8ミリぐらい。 1.1。 もうこれ 1.1 さ。あー、あやめちゃんは、あ、3ミリ負けたんだ。もうダメだね、諦めよう。そっか、そのまま明日のメンバー発表。はい、次回メンバーへの宿題。はい、ここで明日の乃木帯担当の方に宿題を出そうと思います。明日の配信メンバーは松村さゆりさんです。はい、明日ね、どうしようかな。何してほしいです。何してほしいかな。
まあいいよ。何がいいかな。昔の自己紹介いいね。昔の自己紹介、初期の頃の初期の頃の自己紹介を、あれあれ自己紹介の章が分かんない。ああ間違った。お、ありがとうございます。自己紹介をお願いします。はい、初期の頃の自己紹介をお願いしますにしました。はいはい、わかりました。髪の毛が落ち着かな。何する、みんな スペイベ行きたい、スペイベ来てほしい。スペイベ大好き、楽しいよね。はあ、何話す？え、ももこお花綺麗だねって言ったじゃん。今言ってくれた方いたんだけどね、最近ね、見えるのかな、これここにね、大きなニキビができたのよそれもね、なんかあんまりニキビできないのね。で、できたとしてもすごいちっちゃくて、なんかまあ長くてもね、2日ぐらいしか滞在しないのね。なのにここに大きいニキビができて、それがね1週間も治らないのよ。びっくりしててね。そう、面白いよね。なんかね、触ってもね、大きく、なんか触ったらひどくなるっていうじゃん。でも別にひどくなるわけでもなく、全然治ることもなく、なんかもう病院行こうかなみたいな思ってるよ。そう、えね、不思議なのよ。面白いよね、こんなところにできるなんてそう、長期滞在中、なんかもう面白い。他は？行きたい国あるよ、桃子ね。イギリスに行きたい。イギリスでクマ、テディベアをいっぱい見たいな。そう、でもね、一緒に行く人がね、いなくてね。だってメンバーはスケジュールが合わないし、地元のお友達ともあんまり会えないし、でも一人でなんて行けるわけないしね。白飛びしてんの見えてんのかな。行けるなら誰と行ってみたい。
自信がないし、みなみんだったらみなみんしっかりしてくれてるし、じゃあももこも頑張るから迷惑かけないように一緒がいいかな。そう、でんじろうね、でんじろうと多分ね一緒に行くってなったらね、予定が予定通りに進まなそうね、眠そう、眠くないよ。あ、ちょっと眠いかもしれない。なんで？眠そう？ね、髪切ったのが本当になんかさ落ち着かないのよ、なんかもうこんぐらいしかないよ、こんぐらい、もっともっとこんぐらいあったんだよ、見えないだろうけど。3万人イエーイ、すごい。そろそろ終わり、そうね、そろそろ終わりね。イエイ。何センチ切ったの？なんかね、10ぐらいで頼んだのに多分20は切られた。ほら、だって最初こんぐらいあったもん。お疲れ様です。そう、敬礼。もう終わるね。何食べるのみんな。ももこ今日何作ろうかな。さっきまでね、クリームシチュー、え、シチューって書いてる人いた。今ね、ももこがクリームシチューって言った瞬間に。でもさっきまでその気分だったけど、なんかお鍋しよっかなももこね、お鍋よくねするんだけどね、もうお鍋に水菜いっぱい入れて、水菜大好きで、水菜いっぱい入れてお豆腐とでね、あの九州の醤油、お醤油の会社なんだけど、そのそこの会社のポン酢がすごい美味しくて、鹿児島から送ってもらってる。そう、そう、ふんどう菌ってところ、そうそうそう、美味しいんだ。はい、おしまいですね。もう行くよ。明日の乃木曜日は松村さゆりさんが担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。さらにこの後無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。それでは今日のお相手は大園桃子でした。バイバイ、切るよ。バイバイ、ご飯食べてね。